いろいろ嬉しいこと尽くしだったので、その話をしていこうかなって思いまして、まあ、今日は結構3期生が公演していたりだとか、あと夜明け前の彼女たちに出てたメンバーたちは一部二部と上映会をしていたりとか、まあ、それぞれいろんなことをさせていただいてるので、全然あの自分の推し活の方に専念していただいて、あの私の方は本当にちらっとあの見に来てくれたりするだけでいいので、今日はあのなんかよくわかんないこの時間から始めちゃった私の責任なので、皆さん好きなところに行って推し活をしてきてください。こんにちは。最近何、なんか最近結構まあ年末12月もめちゃくちゃバタバタしてたんですけど、1月に入ってからもありがたいことに嬉しいこと尽くしの結構バタバタさせていただいてて、どこから話してなかったかあんまりなどうだったかなって感じなんですけど、なんかいろいろ話せたらなって思います。タオムシしか勝たんありがとうございます。推し活のためにここに来た、グッジョブ。ここが推し活です。ありがとう。さっきエビカツは、ハムカツは、ハムカツって給食の時以来食べることないな。ハムカツって美味しいよね。お疲れ様です。本当に皆さんのおかげで昨年に引き続き今年も嬉しいこと尽くしで、私もとってもああこういうお仕事がしたかったんだなって思えたりとか、こういうお仕事していきたいなって思えるようなすごい楽しい日々を送らせていただいておりますが、昨日七草がゆ食べる日だったんだよね。きっと私食べ損ねちゃった。普通にご飯食べた、七草全然入れてなかったですが、ご飯食べたからよしとしております。こんにちは。ねえ本当にありがとうございます。本当に皆さんのおかげ、一つ一つかでしょ。みんなちゃんと食べました、七草がゆ。ラーメンまあいいでしょう、健康にみんながね、なんていうんですか、健康に過ごせたらいいなって思います。どこから話しましょう。そしてでもこの間配信したよね私、確か。まあ今年になり新春公演をさせていただき、そしてそしていろいろさせていただいておりましたね。新春公演をさせていただきまして、そしてショールームさんのキャンキャンルームに出させていただいて、でオールナイトニッポンクロスに出させていただいて、で昨日はショールーム選抜の優しさの重さのミュージックビデオを解禁させていただいたり、今日も仕事してきたんですけど、本当にあのもう1月まだ7日今日8日間ぐらいしか経ってないのにもかかわらず、アイドルとしてというかアイドル人生の中で叶えたかったことを本当にこの数日間でたくさん叶えさせていただいてて、本当に幸せだなっていうのと、あ続けてたらあの応援してくださるね皆さんのおかげだったりとか、支えてくれたりとか押し上げてくれて、あ叶うんだっていうことを本当にあの8年目ですが本当に思いました。本当にみんなにありがとうを伝えたくて配信つけたんだけど、掴んでいきたいですね。なんか本当に当たり前じゃないことだらけをさせてもらってて、
だからこそなんかこうね、当たり前だとも思いたくないし、だからなんかこれで満足もしたくないし、だから今年は確実に着実に一つ一つちゃんと一歩一歩あの浮かれずに地に足をつけて一つ一つ掴んでいきたいなっていうのが今年を通しての目標ですかね。本当にどうでしたかどうでしたか、あのキャンキャンルームさんにね出演させていただいたのもそうですし、本当に本当に嬉しかったですね。ななみんさんが小顔すぎて可愛すぎて、あのずっとなんか笑ってました私めちゃくちゃもっとゆっくりねお話ししたいって本当に思ったぐらい、もう明るくて優しくて面白くて、またね出演させていただけるように頑張りたいと思います。あんな大人メイクどうでした？なんか自分のねしたいメイクとかね、お洋服の雰囲気というかお伝えさせていただいてたんですけど、がっつり大人メイクというか、なんだろう、今こうやってアイドルとしてさみんなと出会ってるけど、もし24歳で普通に働いてたらなんか大人のメイクが分かんなくて、なんかいつもアイシャドウとかもピンク系とかを使っちゃうから、がっつり茶色とかさ、そういうのがさなんかこう うまく使えなかったから知りたいと思ってお願いしてみたんですけど、がっつり大人メイクでどうでしたか？なかなかない大人な感じになれたんではないでしょうか。よかったですか？やっぱり私たちって普段こう自分たちでメイクすることがほとんどだから、だからなんかそのなんて言うんだろう、あの自分のメイクの仕方とやっぱりプロの方のメイクの技ってもう180度違うからさ、そうそうそう、だからなんかその面白いし楽しいの、いろんな自分になれるのが、だからこのお仕事が好きなんですよ。また出れるように頑張りたいと思います。貴重な体験をありがとうございました。新年早々嬉しいことだらけです。本当に幸せ、ありがとう。がっつり大人だったでしょ。なんかなんて言うんだろうその自分でメイクするときはまあ自分のメイクでいいけど、なんかそのメイクしていただく機会によって全く違う人になりたいなっていうのが私の中にあってだからそのなんだろうな、なんかそういう人でありたいです。なんて言うんだろう、なんかいつどんなメイクしても同じだなみたいな感じじゃなくて、本当にあのプロの方の魔法のおかげでいろんな感じに変われるんですけど、それがすごい楽しいので、いろんな私にコロ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 変われるような人でいたいなって思ってます。本当に惚れ直した、あ惚れ惚れした、惚れました、ありがとう、とっても嬉しい、すごい楽しかったです。本当に楽しい思います。本当にすごいんだよメイクさんって、本当にすごい、なんかもうねいっぱい質問しちゃうのいつもやっていただくと、これってこうなんですかとか、こうやって使うんですか、あこの色かとかね、見て実際に買うものもあるし、
本当にね、なんかどれだけさ自分で研究したとしても普段のさアイドルのメイクとさそういうお洋服着た時のメイクって違ったりするから、それがすっごい楽しくて、いろんな自分になれるのが本当に楽しくて楽しかったです。はい。そしてその後はオールナイトニッポンクロスさんに出させていただいて、あのこの間配信した時はまだ出演してなかった、出演したっけ、出演してなかった時かな。だから本当に本当にね、あのね嬉しすぎてなんかもう夢のようだった、すごいみたいな、メールアドレスとかさこれだみたいなのとかさ、聞いてた感覚が実際に自分がいるこのブースで行われてるとか思ってめっちゃくちゃ楽しくて、なんか夢のようで、でスマッシュさんでその動画配信みたいなのもされてたんですけど、なんかこう普段さ私たちラジオ出させていただいてる時って声だけだからさ、動画と一緒にっていうのが楽しくて面白くて、本当に本当にずっとなんかこう喋ってたいなって思っちゃうぐらい楽しかったですね。やっぱメンバーだったからなんかリラックスちょっとしつつ楽しくおしゃべりできたし、なんかNGT48 のことをもっと知ってもらいたいなってずっと思ってるから、その渡り鳥メールっていうのを今回応募待ってますよっていうことしてたんですけど、メール待ってますよしてたんですけど、渡り鳥メールが本当に素敵で、もうさ皆さん聞いてくれましたか、もうめちゃくちゃ素敵すぎてなんかもううわーってなんかもう一つ一つのエピソードがキューってなるような感じで、私がこう読ませていただいたメールは学校の先生をされてる方で、その生徒さんが卒業するときに泣かないって決めてるんだけど泣いちゃいそうですみたいな内容だったんだけど、なんかさあそっかと思って、学生の皆さんそろそろさもう卒業のシーズンになると学校に行く日数も限られてきて、で卒業式でみんなそれぞれの道に進むけど、先生たちもその同じ気持ちなんだなと思ったし、なんか本当に素敵な先生だなって思って、そうなんか本当にキュンってなったし、なんかその一つ一つの渡り鳥メールが温かすぎて、なんて素敵な皆さんが送ってくださったんだろうと思って、多分他にもねたくさんの方が送ってくださったと思うんですけども、本当にありがとうございました。私たちのね渡り鳥たちがちゃんとピューンってメールを送ってくださった方へ届いてるといいなって思います。頑張ってください、ありがとうございます、お疲れ様です、お疲れ様です。ねえ本当にあっという間だったな。放送日から1週間後ぐらいにスマッシュさんでもアフタートークとかそういうのが配信されますので、ぜひぜひあの見てみてください、聞いてみてください。楽しすぎて本当に秒で終わっちゃった感覚でした。本当に楽しかったし、あの憧れだったって言いたかったのになぜかあの口が回らなくて深夜だったからなのか、憧れっていう言葉が言えなくて、それにちょっと自分でびっくりしたんだけど、ちょっとあのだいぶキャンキャンルームさんの時に超絶緊張、すっごい楽しみだったのにめっちゃ緊張しちゃってて、その緊張続き楽しみな一日だったんだけど、初めてのことだらけで憧れのことが連続で続いちゃったから緊張しすぎちゃって、あのもうあのオールナイトニッポンクロスさんが終わったら、まあ、深夜ではあったんですけど、全然
寝れなくて楽しかったなとか思ったりとか、あこここうすればよかったなとか、なんかいろいろ考えてたら結局朝になり、で次の日新潟、次の日というかそのラジオが終わって夜中でちょっと寝て新潟帰ってレッスンだったんですけど、で全然なんか気づいたら朝になってて、そんな感じで、はい、楽しかったんです。本当にそう余韻に浸ってたら朝になっちゃうよねそういう時って。うん、でも本当に幸せでした。でも新幹線で寝た、さすがにどっとなんかね緊張がほぐれたからかドゥーンってなっちゃって帰って寝れなくて、でも寝ました。オールではなかったんだけど、そう寝たけどなんか浅い眠りだった気がする。楽しかったな、本当に出たかったんですよ。キャンキャンルームさんにもオールナイトニッポンさんにも本当に憧れだったんですよ。本当に憧れてたんだけど、そのなかなかねあのずーっと皆さんが知ってらっしゃるように私も知ってるオールナイトニッポンさんってなかなかそんなねなかなかあの遠い存在でありましたというか、だからいつか出たいな出れたらいいなって本当に思ってたから、しかもメンバーでさ NCT48 のってどんだけ幸せなことか、本当に本当に嬉しすぎて本当に幸せで、あのちゃんとこの間の配信の時にさなんかそのオールナイトニッポンさんのあのなんかあの話した時に私そのオールナイトニッポンさんの AKB さんの聞いてて本当に憧れ出たかったんですっていうの何も伝えられなかったみたいな話したじゃないですか。でちゃんとねこれは本当に嬉しすぎてちゃんと伝えなきゃいけないと思って、終わった放送終わった後にそのお伝えしてきました。本当に本当にあのずっと聞いてて AKB さんのオールナイトニッポンずっと聞いてて本当に憧れだったんです、ありがとうございましたって伝えられて、本当にあ伝えられたと思ってよかったなって思いました。で本当に一番嬉しかったのはやっぱり普段さ私たち新潟でラジオさせていただいたりとかこういろんな方々にお世話になってこうしていただいてる方もいらっしゃるかと思いますし、全く知らないよって方も本当にたくさんいらっしゃると思うんですけど、こうラジオが好きな方とかラジオ聞いてる方が NGT のことちょっと気になったとか知ってみようと思ったとか、そう NGT を気になるなとか本当ちょっとでも思ってもらえたことが本当に嬉しかったし、今年はこういろんな方面にいろんな場所に NGT48 がこう着地できるようになれたらなって本当に思います。本当に NGT のこともっともっと知ってもらいたいなって本当に思うんですよね。だからこういろんな県の方いろんな、ね、年齢層の方が聞いてくれてたりとかメールくださったり SNS で反応してくださっててめちゃくちゃ嬉しかったな。明けましておめでございます。明けましておめでございます。そう NGT 好きなんだよね何回も言うんだけど NGT が好きなの本当に。だからこそNGT をもっと知ってもらいたいなって本当に思うんだよね。うん、好きなんだよね。もうちょっと最近は個人のね目標をで写真集出したいっていろんなところで言わせていただいてるんですが、ちゃんとその大前提として NGT をもっともっと知ってもらえるように私も頑張ろうっていうのは本当にずっとずっとあり続けることなのでそれは
一つ言うと、あの渡り鳥たちに空は見えないのそのミュージックビデオの撮影をねしてた時に、なんかあの本当にあの撮影の時、まあ、正規メンバー全員選抜にね入らせてもらって、で新しい衣装を作っていただけて、でめちゃくちゃいい曲じゃないですか、渡り鳥たちに空は見えないの MV 撮影してる時に、なんかみんなが尊すぎて可愛すぎて、そしてこのみんなで撮影させてもらってたりとか新しい衣装とかなんかいろんなことがありがたすぎて嬉しすぎて本当に泣きそうになって、なんかえみんな尊いみたいなみんな可愛すぎるみたいな急に思って、でもそれはなんか他の子も思ってたらしくて、本当になんかうるうるしましたね。なんかもちろんその同期も大好きだしでもなんかねそのいろんな時を経てさ、最近はこう先輩後輩っていう感じじゃなくて1期と2期とドラさんとか結構一緒、みんなで一緒に公演したりとかなんか一緒にすることが多いじゃないですか。だからなのかさらにこうねツアーを経てさらにさらにこうギュッてみんなの仲と絆がさらにさらに深まったんですよ。だからなんかあのみんなと入れるの幸せだなって思って、みんなほんと可愛くない、なんかもう周り見たらみんな可愛すぎて、あみんな可愛いわみたいなことずっと言ってたんだけど、本当に可愛いんだよね、うんって思ったし、配信で初めて踊った時も本当に感情が揺さぶられすぎて、いい曲っていうのとみんなのあのパワーと歌詞と本当に泣きそうになりました。めっちゃいい曲、本当に本当に素敵な楽曲をいただきました。なので NGT48 の公式 YouTube 渡り鳥たちに空は見えないのドラマバージョンもそうですが、ダンスバージョンもぜひぜひご覧ください。どうしたらさ、あのダンスバージョン本当に素敵だなって思って、日向のあのバレエのとこから始まり、どうしたらたくさんの人に見てもらえるんだろうって本当に思ってて、なんかどうしたらいいんだろうなってめっちゃ思うんだよね。本当に見てほしい、いろんな人に。7年前から NGT 好きになって、去年今年は見ていて涙出てくる、すごく嬉しい、そう言ってもらえて嬉しい、本当に見てほしいので、もしよかったら拡散の方よろしくお願いします。やっぱどうしたら見てもらえるかって考えると、まあ私もね発信したりとかは当たり前にするけれども、やっぱり応援してくださる皆さんのパワーってすごいなと思ってて、今の時代 SNS がすごいから、 SNS ってめちゃくちゃ影響力があるなと思ってて、もちろん私たちがこう頑張って拡散するのも当たり前にそうだと思うけど、なんだ限度があるので、もしよかったらツイッターとかインスタとか TikTok とかそういう SNS になんかあの拡散お願いしますみんなで一緒に頑張ったら、なんか勝手に一緒に頑張ってほしいって言っちゃってるんだけど、一人でも多くの方がもしかしたら気になってもらえるかもしれないし、だからよろしくお願いします。でずうずうしいお願いなんですけど、本当にずうずうしいお願いだし、わがままなお願いではあるんですけど、どうしてもこの楽曲が本当にいろいろ今の NGT とリンクしてるなって思うし、いろんな立場の皆さんに刺さる楽曲だと思うんですよ。だから
なんかその楽曲で頑張ろうって思えたりとか、あそうだよなって思えると思うんです、いろんな立場の方が。だからどうかどうかちょっとでも一人でも多くの方にね、渡り鳥たちに空は見えないが届くように、ずずしいお願いではありますが、どうか拡散をよろしくお願いいたします。お願いします。この曲すごい良くない？本当にずっと言っちゃうけど本当に好きなんだよね。今までの楽曲ももちろん大好きだし素敵だなって思ってるのは大前提ではあるんですが、本当にね好きなんですよね。刺さりません？どうだろう、私はめっちゃ刺さったのこの曲が。どう？刺さるよね、めっちゃ素敵だよね。よろしくお願いします。ということで続いて、つい昨日ですね、昨日ショールームさんの特別配信で解禁になりました。皆さんの応援のおかげでセンターをさせていただいておりますショールーム選抜の優しさの甘さ鑑賞会しましょう、イエーイ。もしあのね2個端末がないよっていう方は後で、ね、見てくれたらいいんですけど、一緒に見ましょう優しさの甘さ。本当に早く聞きたいんだ感想。ちょっと音流していいか分かんないからちょっと音消してみますが、せーので再生を押したら大丈夫だよね。よいしょ。あばばばばあばばばば、危ない、ちょっと待ってね、あれれれれ待って、よいしょ、いい今日準備できましたか？優しさのおまさんの YouTube 準備できましたか？危なかった、飲み物持ってるの忘れて今手離しそうになっちゃった。一回置こうか、絶対こぼしませんように。準備できましたか？いきますよ、せーのので押しますねいきます、せーの。ちょっと待って、イヤホンつけていいですかちょっと待って、なんかさ自分の音わかんないとダメだよねって思って、ちょっと待ってごめんなさいね、準備の段取りが悪いでございます。こうしたら私が聞こえたらいい、いきます、もう一回いいですか、せーの。ちゃんのこのさ、ふんっていう顔大好きなんだよ。いいのかな。みんな見終わったらどのシーンが好きか言ってくださいね。君の彼氏と見かけちゃった。あ、ゆうなのここ好きね。あ、マッシー。
のジョーキス。バー一体なんだろう。かわいい。このミュウミュウのさ、このモケモケさ、最初ワンちゃんかと思ったんだよね。マッシーの今着てたお洋服が本当に普段のマッシーすぎて本当に似合ってた。調子けど、みんな可愛い。あー、どうした、みんなどうした、どうした、みんな忘れよう。うわ、みんないいね。カフェテリア絶対かったよ。天真なまさ、誰の帽子かぶってないよな。ちゃんちゃんちゃん。なんだろう。かいかわからない。かわいい。ことか。大変だな。わかな。つけたくなくて、もうみんなどうするな。優しさとは一体なんだろう。伝えなきゃいけないか。ついてでも君を守ろうとすることか。してほしいけど、ママ今次回だと強引忘れよう。いや、最後のやっぱ好きだな。なんだろう、最後はーい、最後なんて言ったかは、これはね、秘密です。皆さんがこの MV 見て、まあいろいろ考えてなんて言うのかなって想像しても、想像してみてください。どうでしたか、みんな。本当に素敵なミュージックビデオ、本当にみんなが応援してくれたから本当に本当にありがとうございました。食べるってまあ何でしょう、皆さんのご想像にお任せいたします。本当にこのミュージックビデオは、その歌詞を読んでいただくと分かるんですけど、あの僕、登場人物の僕になりきって僕の目線で見ていただくと、いろんなことが多分分かってくるので面白いかと思います。皆さん考察好きじゃないですか。考察したらいろいろ、ああこういうストーリー、ああこういうことかって、本当歌詞の通りに分かってくると思うんですけど、僕目線であったりとか歌詞の内容を見て、あこういう心情を表してるのかなとか、あこういうことだったのかなとか、こういうこと言ったからみんなこういうリアクションなのかなとか、いろいろ
なんか面白いと思います。そうやって見ていくと、見てみてください。こんばんは。歌詞は結構深いですよね。ね、あんなによくみはちゃんめっちゃ最高です。後でより多い。そうですね、過去史上最強に移していただきましたね。秋元先生と対談とかって全くないですね。全然お会いできてないです。オーディションの時にお会いしたぐらいか。深いよね、歌詞。みんなどうしますか、もし優しさの重さの歌詞の状況になったらどうするかって話をこの間エッサコイサの時にも言ってた気がするけど、みんなだったらどうしますか。何が正解だと思いますか。伝えますか。なんか優しさの重さはなんか女の子と僕と女の子の付き合ってる人みたいな感じの人がいて、女の子と僕は友達関係だけど、女の子にはその付き合ってる人がいて、でも僕はその女の子のことを好きだけど友達で、その女の子の幸せを願ってはいるんだけれども、その女の子と付き合ってる人がなんていうんだろう、浮気してるところを見ちゃった。でもそれを言って彼女を悲しませてしまったりとか、悲しい顔を見てしまうわけじゃないですか。言ってあげるのが正解なのか、こう言わないで幸せそうな、何も知らない幸せそうな彼女を見て、僕はその見たことをこう彼女にも伝えず、見なかったことにして自分の心の中にしまっておくのが正解かみたいな、ざっと言うとそんな感じなんですよ。みはちゃんは僕ではない、みはちゃんが僕ではないんですけど、皆さんが僕みたいな感じ、僕目線になれる、僕目線で考えると分かりやすいミュージックビデオかな。でもさ、伝えるか伝えないかってめちゃくちゃ難しくない？それも分かれたんだけど、この間配信してた時にさ、配信じゃないわ、ラジオの時になんかちょっと触れてたと思うんだけど、伝えてあれじゃないですか、なんか伝えたらさ、その女の子はさ、えってなっちゃうし悲しんじゃうかもだけど、もしかしたら自分の方に振り向いてくれるかもわかんないけど、でもそれで振り向いてもらおうとするのもなんかちょっと違うのかなって思うし、これは多分ね意見が分かれるって思う。みんな どういう派ですか。めっちゃ歌詞深いんだよ。だから本当に優しさってどれがいいんだろうなとか、優しさってについてめっちゃ考えられた、私昔見て。あー、言わない、女の子が悲しむから。歌詞の登場人物みたいな考え方。ああ、伝えない派が多い。私もきっと伝えないかも。みんなどっち、はっきり言ってほしい。はっきり言ってほしい。あ、ちょっと、うわー、そうか。リカちゃんの好きなドラマでか、私は言わないかもなって思う人なんですけど、
言わないけど、でも多分いつかは気づくわけじゃないですか、その女の子が。その時にもしかしたらさ、あの時に言ってあげたらよかった、もっとこんな悲しまなくてよかったのにとか、自分は知ってたのになんか言わないかったから、この子はもっと悲しんじゃうのかもとかさ、きっとこれ答え出ないよね。うん、いやー別れるね。コメント見てもそうだけど、伝えてあげるのが優しさっていう方もいらっしゃるし、伝えないであげるのが優しさっていう。見守ります。難しいよねこれ、めちゃくちゃ難しいけど、結果どっちもなんだろう、どっちもその女の子がさ悲しまないわけではないじゃない、きっと。だからその時にどうね、慰めてあげるのか、見守ってあげるのか、そっとそばにいてあげるのか分かんないけど、その歌詞の中の僕がね、その歌詞の中の先の展開でどうねなるのか分からんけどね。なんかその登場人物の女の子を考えた時もキューンってなるし、男の子の思いをさなんか言わないであげるのがいいのかなみたいな感じの歌詞もさギューンってなるしさ、うん、知らぬが仏的な難しいよねこれ、本当に難しいね、すごいね、考えさせられるよね。そういう状況になったことある方いらっしゃいますか、あるのかな本当にこういうのって、どうなんだろう深い、この一瞬の幸せを取るか今後永遠の幸せを取るかではないですかね。深いですね。確かに、だって僕はその女の子のことが好きなんだもんね。そうなったら難しいよね、なんか市場が入りそう。難しいねって感じですか。はい、なので僕目線で見てみてください、ミュージックビデオ。ちゃんちゃんちゃん。ねえ、ほんと考えさせられますね。僕とみはるちゃんというか、その歌詞はみはるちゃんというよりかは女の子は友達関係ですね、友達関係だけど僕は女の子が好きなんだけどみたいな、友達っていう関係で見てみてください。でまあ画角が変わるじゃないですか、画角というか絵のテイストとかが、それもあこういうことなのかな、あこういう目線かなみたいなので見るとめっちゃ楽しいと思います。あんまりさ詳しく解説しすぎるとさ、でもなんか私のこうかなって思ったことだけど、あんまりすぎるとなんか分かりすぎて楽しくないと思うので、あのざっくり言っときますけど、とってもとっても楽しいと思います。考えるカフェでなんて言ってるかも、それもなんか皆さんがあんなのかなこうなのかなって考えて自分で答えを出していただけたらいいなっていう感じです。なんて言ったのかは私からは言いませんがそういうのも含めてなんか考えたりとか、歌詞をめっちゃ読むとあっとかなる楽しさもある、新しい NGT に
の楽曲たちの中では新しい形なんじゃないかなと思います。あ、ただ単にあの本当にショールーム選抜5人の素敵なねところが表情が切り取ってもらえているので素敵でございます。ありがとうございます。めちゃくちゃなんかさ、メンバーの素を覗き見しちゃってる気分になるんだよね私。なんかキュンってなる。メンバーのあのいろんな素顔が見えすぎてキュンって、もう可愛すぎてニヤニヤしちゃうんだよねこのミュージックビデオ見ると。あ、可愛いね可愛いね、この服も可愛いね、この表情も可愛いねみたいな、めっちゃ思っちゃう。うん、本当に素敵なミュージックビデオになりましたので、あのこれからは堂々とこの子が推しだよって言ってください。ねえ素敵だよね、なんかみんなの女の子の可愛らしさというかギュって詰まってるよね、可愛い、本当に可愛いよね。こんばんは、ぜひご覧ください。お、オリコン週間シングルランキングで1位になってた、おめでとう。おー、ありがとうございます。デイリーでもね1位をいただけてありがとうございます。ありがたい、ありがたいです。あとあの優しさの重さのダンスがコンテンポラリーダンスっていうのを初めてさせてもらって、コンテンポラリーダンスでした。早く皆さんの前で披露できる日が訪れたらいいなと思っておりますが、嬉しい、ありがとうございます。私も引き続き NGT 宣伝隊として今勝手につけたけど、大好きな NGT を広めれるように、広めるきっかけになれる人になれるように引き続き頑張っていきたいし、あの自分の夢もしっかり今年の1年は叶えていきたいなと思うので、どっちも頑張っていきたいと思います。今リクアワったらどうなってるんだろうね。ねえ分からんな、これは本当いろんな姉妹グループさんの楽曲も素敵だからな、楽しそうだね。また今できた、本当にありがとうございました。 NCT でもリクアワできるぐらいの曲数なのか、確かにそうか。え、みんなだったら何の曲に投票しますか？リクアワとかあったら、なんか分かれそう、なんか元からある楽曲、皆さんがこう愛してくださってる楽曲にドーンって皆さんがこの曲がいいっていうのか、最新楽曲にこう皆さんがドーンっていくのか、どうなんだろう。MV のダンスは前の日にフリーでしましたね。お、優しさの重さ、しそしな、あとで下のま友達出ましょう。おお、渡り鳥、おお
すごいやっぱり分かれるな。でも全部いい曲なんだよね NCT の楽曲って。他のグループさんの曲も本当に素敵な楽曲いっぱいあるし、あ、昨日よりも今日、今日よりましたマックス好き。渡り鳥たちに空は見えない、優しさのまさ、あ、マックス、あーめっちゃ分かれる、出陣、自然渋滞いいよね、うん、すごい確かに分かれますよね。面白そう、いつかしたいですね。またリクアは王さん下の名世界の人へ、どれがいいかな、あ、絶望の後でセカドコ、あ、いいよね僕の涙、あーやばい、なんか今こう聞いただけでも結構バラバラなんだ、そりゃそうか、それ好みもあるしね。楽しそう、いつかしたいね NCT の楽曲で、できたら楽しそうですね。なんかあの私が好きなテイストの曲とかは個人的な好きなのはね、こう絶望の後でとか世界の人へとかセカドコとかこの渡り鳥とか、なんかこういう言葉を伝える系のこう心にズドンってくる曲がめっちゃ好きで、曲調もそうなんだけど、なんか聴いてるうちにこう自分のさ心に響いたりさ、考え方がこういう考え方あるんだなとか、なんかそういうソングが好きなんですよ。そうそうそう、でもなんか私はそういう曲、伝える系の曲が好きなんだけど、明るいさポップな曲が好きとかさ恋愛系の曲が好きとかいっぱいあるじゃないですか。みんなどういうテイストの曲好きですか？こんばんは。そう、メッセージ性が強いのが大好きなの私。こうギュッてこうギュッて心がギュッてなる曲が好き。あ、メッセージ性好きな皆さん多い。まあメロディーもねそうだけど、わかる、 NCT の楽曲ってメッセージ性があるのが強みだなって結構思うんだよ。あ、今の自分に響く曲ね。結構皆さんも私と曲の好きな好み似てる？もしかして。あー、下の名ね、下の名はもちろんいい曲。確かにライブとかで考えると、なんていうの、こうテンションが上がるような曲の方がいいか。あ、可愛い系が好き、クラクラちゃんみたいな曲が好きなのかな。こんばんは。結構今のところだとメッセージ性が多い曲が好きな方が多いのかな。本当に全部名曲なんだけど、なんかわからないけどさ、訴えかけるような曲ってさめちゃくちゃこうさストレートにさドゥーンってきません？なんかあの
ルーンってくる曲って本当に泣きそうになるんですよ。なんか自分たちもなんか感情が入るのかわからないですが、そう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 。なんか聞いた時というか、いろんなね楽曲あって、こうまだこう皆さんにお披露目する前に私たちもその曲をいただいて聴いた時に、こうな泣きそうになったとか、泣いたのが下の名で呼べたのはと、あと世界の人へ、なんてこう世界に呼びかけてる素敵な歌詞なんだと思って、めっちゃ泣きそうになったし、渡り鳥たちもに空は見えないも泣きそうになったし、絶望も泣きそうになったし、あの結構私響くものに弱いっていうことが分かりました。本当にポップなメロディーなのに歌詞が重い曲が好き、優しさの重さとかも沈んで、あーなるほどね。リクアあの下の名は泣いてました、ありがとうございます。マックス時を聴くとなぜか胸が熱くなって涙出そうになりますね。マックス時も一曲、本当に秋元さんすごいですよ。すごいってなんか一言では言い表せないぐらい すごいすごいっていう言葉の最上級を知りたいぐらいすごいな、すごい方です。ねえ、いい曲だなっていつも思う。あと世界はどこまで青空なのかも、世界はどこまで青空なのかの2番が特に好きですね。本当にいい曲ですよね。陸泡でしたのなが後ろからの映像ですごいペンライトメンバー抜きました。みやちゃんがこんなに頑張ってるから自分のモチベーションも上がる。いや、そう言っていただけて嬉しいですか。一緒に上げていきましょう。カーテンのからそういえばやってないね。したいな。もうちょっと覚えてないけど、フリーどうだったっけ、なんかどうだったっけな、忘れちゃったな。テレテテテテテテレテテテレテテテレテテ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 、どういう風だったっけ、なんかこういうのあった気がする。忘れちゃった。またできたらいいね。折り面でまたできる日がある。折り面というよりかは私は後輩たちに引き継いでいけたら嬉しいなって思う楽曲かな。なんか折り面の時代は折り面の時代で、それぞれがそれぞれの道へ行くのも含めてなんか完成形というか、私たちの中では完成形かなって。でさらに後輩たちとか同期とかが歌ってくれて、さらにこう受けずっと受け継いでってほしいなって。なんか研究生時代だからこそ響くものもあるから、なんかずっとなんか受け継いでってもらえたら嬉しいなっていう曲の一つかなって個人的には思います。なんか巻き戻すではないなって
なんかすごい思ったんだよね。なんかやっぱりずっとさ、トイロとかでこう歌わせてもらっててさ、私たちもすごい大切だし、皆さんも大切にしてくれててさ、でこう同期と歌う機会があったりとか、なんかその今だったら3期生のみんながさ歌ってくれてるのを見て、なんかその元々のメンバーで歌ってたのもそうだけど、なんか同期と歌えたのも全然全く違う感じですごい素敵で、で自分が歌ってなくて客観的に見る下の名もすっごい素敵だったの。だからめちゃくちゃなんかうわありがとうって思ったし、なんかずっとこういろんなね、みんながこうずっと歌っててほしいなって本当に思ったから、めっちゃいい曲だなって思った。改めて思うよね、やっぱり。はじめまして、はじめまして、いい曲よね、本当にいい曲。え、これわかります？私のなんか思ったこと、客観的に見るとさまた違って思うよね全然違く見える。はじめまして、はじめまして、奈良美晴です。蒸発した水分めっちゃいいよね。わかるわかる、めっちゃわかるわかるわかる。一時期お散歩の時ずっと蒸発した水分を永遠リピートしてる時期があった。いい曲すぎて、なんか一個の曲にハマるとずっとなんていうの、聴いちゃうんですよね、歌詞が刺さると。いい曲だよね、本当に。蒸発した水分めっちゃいい曲、わかる、本当に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 本当にわかります。すごい共感しちゃった。本当に名曲ぞろいだな。ギコ伝もいいよね、わかる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 。話変わるんですけど、福利の丘公園の福利の丘もうめっちゃ刺さる。なんか昔はなんだろうな、昔よりももっと刺さる。なんか年数を追うごとにめっちゃ刺さって、ここの土地にいや適当なねだったみたいな、こう同じさ夢見て集まった同志たちなわけじゃん。めっちゃ刺さるよねめっちゃ刺さるよね。歌詞って刺さりがち、歌ってすごいよね。刺さるよね。なんか急にさ、なんだろう、歌ってたりしたり聞いてたりして何かがこうリンクした時ってすごい、なんだろう、ドゥーンってなる、心がギューンって。あと次の卒業公演の時にファンレター久しぶりに歌ったんですけど、ファンレターいい曲って思ったし、あとベターも本当にいい曲って思ったし、本当に刺さる曲しかなかった。刺さる曲しかなかったね。みんな素敵なセトリ作るよね、本当に大尊敬する。これからもね、皆さんにいろんな曲続けられるように頑張りたいと思います。あとあなたがいてくれたからもめっちゃいい曲だよね。あなたがいてくれたからのさ、大人になれたでしょうかの歌詞、あれはね、十人十色でしてた時毎回泣きそうになった、本当に。ねえ、刺
さるよね。なんか本当にさ、劇場で皆さんの顔を見ながら歌うと本当に泣きそうになる。思い出して入った時17歳だったなとか思うとめちゃくちゃ思う。あの曲は一人でも泣いたらみんな涙しちゃうよね。NGT に興味が出た理由、自分に刺さる曲、みんなが優しそう。ありがとうございます。嬉しいです、 NGT に興味出てくださって、ありがたい。いや、またなんかリクアワみたいなのしたいな。アフターレインもいいよね。アフターレインもいい。あとギブミーファイブもめっちゃ刺さるよね。なんか明るい曲なのに歌詞がめっちゃズズズズンってくるみたいな感じ。ね。いいですよね。本当に世の中にいい曲ありすぎるな。いい曲ばっかりやな。モデルありがとうございます。そうです、の昨日の特番の配信で発表になりましたが、ショールーム選抜イベントにありましたグレールさんのモデルさんを半年間させていただくことになりました。公式ホームページであったりとか SNS にちょっとだけ登場させていただくと思いますので、あの夢だったねモデルさんっていうワードを言える日が来るとは思わなかったんですけど、とっても嬉しすぎて、あの楽しみながらぜひぜひ、なんか女の子ちゃんにも気になってもらえる存在にちょっとでもなれたらなって思っております。みんなのこれもみんなのおかげでございます。ありがとうございます。本当にびっくりして、私ですかみたいな、本当にとっても嬉しかったです。なんか田辺先生ありがとう、ヨンパちゃんありがとうございました、クラクラちゃん帰ってみました。なんかね、あの密かな思いでモデルさんのお仕事もしたいなって思ってたから、本当に嬉しすぎて、なんかもっと幅を広げられるような人になりたいし、そんなチャンスが来るような人になれるように頑張りたいと思います。田辺先生田辺先生のあの四八の中に私もいるって思って嬉しかったです。ありがとうございます。
クラクラちゃんとしても、あのクラクラちゃんの一員の奈良美春で新たな一面を見せれるようなことができたらなって思うし、何事も楽しみながらねしていきたいなって思います。リンゴ。よいしょよいしょ。こちらです。涙流した。奈良さん、奈良さんの視線がついてた。奈良さん、奈良さんついてた。奈良さん。嬉しい、美春がいるの。皆さんもゲットしてくださいましたか？何回見てもニヤニヤしちゃうんだよね。あ、危ない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 。皆さん自力で見てください。あのこの登場の中にクラクラちゃんのプリがあるんですけど、あの本当に再現度が高すぎて めっちゃ面白い。おかしいな、私本当にリカちゃんを支える気満々なんだけどな。リンゴポーズ。ありがとうございました、ナビ先生。リカちゃんの支えになれるように頑張ります。心配だなポリポリねえ、どうなっていくか本当に楽しみ。もう困ったらこうしようお友達のねねまるたんもいるんです。ねねちゃんだと思って、なんかあの DVD がついてるじゃないですか。でなんか開け方わかんなくて開けてもらいました、スタッフさんに。ちょっとまだ見れてないから見ようと思って、ねねたん見なきゃって思って。ねねたん見るの楽しみにしてます
たいろんなところで活躍しててすごい、私もあのティニタンだーと思っていつも陰ながら見ております。マジで可愛いよねニネタン。ニネタン本当に可愛い。本当にさ、本当にあの天使だよねニネタンって。本当に綺麗よ。世の中にさ綺麗なお姉さん多すぎじゃない？どうなってるんだ世の中。みんな真剣に見ちゃったいやこの人も綺麗だな、この人も綺麗だなただただシンプルに見ちゃったんだけど。みほうじゆうなみほうじってゆうな本当に美人さんがいっぱいですね。熱心に見ますよ。なんかもう芸術じゃない？女の子綺麗すぎてさみんな憧れる。本当に綺麗。なんか女の子の中の女の子じゃない？可愛さもあり大人っぽさもありみたいな。そうめっちゃ見るの好き。ミハルが一番可愛いよ田辺先生しかいつも言ってくださってるお菓子田辺先生しか。私の方が今早かったと思うねえ、ひなたんのさグラビアもさ事務所にあって見ました。可愛かったね。ひなたん可愛かったね。ひなたんメンバーのグラビア見るとさ、この間のひのちゃんの前ひのちゃんひなたんみたいな言い方しちゃうんだよね。なんかもうあの愛おしい、うん、可愛いし素敵な素敵すぎて一枚一枚のカットが本当に本当にあのみんな女の子の理想像ぐらい可愛いって思ってみちゃう。なんかわかるこの気持ち。なんかひなたみたいな言い方したくなる感じ。なんかあのちょっとあざと可愛いっていう言葉があってるかわかんないんだけど、なんか女の子でもさなんかこうくすぐられる可愛さ
本当に可愛いよね。あれ誰も分かってくれないこの感覚。あれ誰も分かってくれない、なんか笑われてるんだけど、なんで誰か分かってくれませんこの感覚。え、わかる。ボムさんにね出るとあの有野さんが反応してくださるってこれねツイッターとかでよく見かけてて、私もねいつか有野さんにこうあのツイートしてもらえるように頑張る。え、わかる、わかる、わかるでしょ。みんなあったみたいなあの感じの言いたくなる感じ。分かってくれたらもうそれで満足です。ありがとうございます。ああまた語っちゃったよ。ダメだな、また語っちゃったよ。本当にやめてやめて、あの伝えたすぎると語っちゃうんだよ。今日のお仕事も楽しかったし、もうあさってですか今日は。8日なので、明日あさって、明日あさって、あさって、あさっては NGT48 の劇場がオープンして7周年でございます。あさっても一緒に盛り上がりましょうね。7周年だってすごいね、すごいね、7周年ってすごいね。皆さんのおかげです、本当にありがとうございます。7周年かだって今、あ去年が1期生が8年目だったから、今年の7月とか8月になったら、まあ、加入してとかお披露目してとかから8年目で9年目に入るわけでしょ。合ってるよね。8月で9年目。きーすごい。びっくりしちゃう。もう最近みんなメンバーもさ、あれ7年目？7年？8年？8年目？みたいな。だん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 ちょっとなんか危うくなってきちゃう数字の大きさに。え、合ってますよね。今年の7月でオーディションに合格してから9年目、8年、丸8年だよね。だって去年が8年目だったから。ねえ、全然あのなんだろう、若い頃の気持ちというか17歳から変わらないところは変わってないと思うんですけど、これからも初心を忘れず年齢に逆らって地に足をつけて掴むものは掴んでいきたいと思います。ひーすごい、丸8年だって。ひーすごいよね。そう考えたらさ、一期とかさ、まあ初期の頃からお世話になってるスタッフさん方とか8年一緒にいるってことでしょ。すごいわ。そうなんだ、8年だって。なんかさ、8年って言うとさ、まあ、7年とか8年とか言うとベテランさんだねって言われるのがなんかさ、なんかあのついなんかおおってなる自分で。でもありがたいですね、8年もこうやってここに入れると。うわ、オリンピック2回分ってなんか結構すごいね。すごいわ、オリンピック2回分は。そっか、オリンピック2回分か、そりゃすごいですわ。
か。そっか。感慨深いですね。でも今が幸せって一番幸せかもな。ははははは。ああ、いっぱい喋って満足しました。みんな聞いてくれてありがとうございました。みんな夜ご飯何食べるの？教えて。まだまだ頑張りますね、全力で。え、みんな何食べるの？ちょっと教えて。私何にしようかな、夜は。あの、年越す前にね、お母さんが作っていってくれた鬼しめはもう食べきってしもうて。ふいあ、そうだ、今日お蕎麦食べたいんだった。お蕎麦、納豆とか食べたいな。わ、カレーいいな。カレー食べてないな最近。そういえば、納豆食べたいな。なんかわて巻き寿司いいな。サーモン巻いいな。ラーメン、チュンジャオロース。めっちゃ私が今食べたいのは納豆食べたい。なんか納豆かおそばか冷やし納豆そばみたいなの食べたいかもしれないですかな。だって七草がゆ昨日でしょ。ちょっとあれだな、ちょっと遅すぎない？私何にしようかな。え、わかります。それ納豆そばとかいいかもしれないけど、って言いながら私結局なんか食べたいの変わるかもしれないし、何にしようか。なんかあの、今日もちょっと寒かったじゃないですか。だからなんか温かいもの食べたいなって思っちゃって、なんか何があるかなって思ったら、まあおでんもいいなと思ったし、まあおそば食べたいなみたいな気持ちにもなったし、なんかこれ食べたいって思ってさ、例えば材料買いに行くとするじゃないですか。でもさ、なんか他の人が買ってるものとかってなんかわかんないけど魅力的じゃない？買いたいなとかさ、食べたいなって思っちゃう。不思議じゃない？これ。思いませんか？これ。これは本当に。思いますね。あとなんかこれが食べたいみたいなのがある時って揺るがない思いがあるわけじゃないですか。なんか私基本なんか食べたいな、でもなんだろうなっていう時と、これが食べたいって聞いてほしい。なんか最近何私さ、なんか配信終わるみたいな雰囲気出しといて、食べ物の話になると生き生きするのやめたいんだけどさ、あの初見です、ありがとうございます。あのね、あの
近めっちゃ食べたいものがあって、ちょっともうちょっと、じゃあさ30分まで配信していい？ちょっと食べたいものの話したくて、本当に最近めっちゃ食べたいものがあって、何かというと、カンジャンケジャン、カンジャンケジャンだっけ、あのカニのさ、なんて言うんだ、ちょっと調べていいですか、カンジャンケジャン、カンジャンケジャンだっけ、あれなんか電波が遅いです。本当にあの食べ物を楽しみに生きてるみたいなぐらい食べるの大好きだし、食べ物最強って感じなんですよ私。食べ物最強。あれなんかおいほいほおいほい切るか、カンジャンケじゃなきゃ、あん、これかな、カンジャンケジャン、あ、そう、カンジャンケジャンっていうの食べたいんだよね、カンジャンケジャン、そう、カンジャンケジャン、カンジャンケジャン、カンジャンケジャン食べたことある？みんな食べることって本当に幸せだよね、わかる？食べるのって幸せ。カンジャウセウも食べてみたいの、エビバージョンも絶対食べてみたいんだけど、カンジャンケジャン食べてみたいんだよね、美味しいよね、そりゃ美味しいよね。あのなんか私韓国グルメというか、なんかあの韓国屋台とか韓国料理屋さんとかこう食べる YouTuber さんを見るのが好きで見てるんだけど、カンジャンケジャン食べてて、カンジャンケジャンって美味しそうって思って食べてみたいんで、誰かメンバーカンジャンケジャン食べたいよっていう人いませんか、一緒にカンジャンケジャン食べに行きませんか、誰かカンジャンケジャン一緒に食べてくれる人いませんか。普通に食べれるのかな、わかんないんだよな、辛いの大好きだけど、カンジャンケジャンって普通に食べれるの、本場でしか食べれないとか、なんかエビのも絶対美味しいと思うんだけど、本当に食べたい、本当に食べたい、カンジャンケジャンが食べたい。誰かカンジャンケジャン美味しいお店知ってますか、カンジャンケジャンが食べてみたい、カンジャンケジャン食べたら次エビの食べてみて。最近食べたいものはカンジャンケジャン、ただ言いたい人みたいになっちゃった。なんかね美味しそうだったんですよ、なんかカニの身をギュッてやってて、新潟で食べれるのかな、カンジャンケジャンって。カンジャンケジャン、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 カンジャンケジャン屋さん知ってる？やばい、バレた、カンジャンケジャンっていう言葉をめちゃくちゃ言いたい人ってバレた。食べたいのももちろんなんだけど、カンジャンケジャンっていう言葉を言いたくて、カンジャンケジャンってずっと言いたかったんですよ。カンジャンケジャン、カンジャンケジャンが食べたい、カンジャン作れるような食べ物じゃない気がする。バレた、カンジャンケジャンって言いたいのバレた。覚えた言葉をすぐ言いたい子供みたいになっちゃうんだけど、カンジャンケジャンって言いたかったんだよね。食べたいのは大前提として、カンジャンケジャンが食べたい。食べたらいつ食べれるか分かんないけど、食べれたら言います。
もう分かった分かったってみんなに言われてる。いつか食べれたら言いますね。楽しみにしててください。私の食べれた予報告。子供からカンちゃんギジャンって何って聞かれた。ごめんなさいね、なんか私が今連呼したからかな、ごめんね。あのなんかカニのなんて言うんだろうか、生のカニなの、もうなんだ、漬けた美味しそうなやつですね。あのなんかあのご飯と食べるみたいなね。はい、醤油漬け、カニの醤油漬けっていうの。でもめっちゃむくむらしい次の日。漬けてるから塩分が高いらしくて、あまりにも食べたすぎてカンちゃんキジャンが出てる動画めっちゃ見たの。そしたらなんかやっぱり塩分が高いからさ、次の日めっちゃむくむらしくて、だから むくむのがたとえ引きずったとしても影響がない時に食べたいから、今日明日で食べれるっていうわけじゃないなって思って、でも食べたいなって思ってる。いつかいい感じの日があったら食べたいなって、うん、そうなの、とても食べたい。それあと食べたいものは、でも今年はポッポ焼きが食べれたから嬉しいのと、最近はもう頭の中はカンちゃんケジャンでしかなかったからな。ナイスポッポー、ポッポ焼き美味しいよね。やっぱあのめっちゃ話飛ぶけど、佐渡に行かせていただいた時の佐渡 Vlog って YouTube に載ってるじゃないですか。あれめちゃくちゃ好きで、あの自分も行かせていただいてたのに、一視聴者として見てめちゃくちゃ笑っちゃうし面白いし、なんか佐渡の素敵なとこもわかるし、定期的に再生回数を伸ばしてるうちの一人です。夜夜な夜ななんか見ちゃうんだよね。で一人で笑ってる、好きなんだよね、面白い編集が。みんなも見てください。めっちゃ面白いよね。どうしよう、食べ物の話してたらお腹が空いてきちゃった。どうしよう、頭の中がカンちゃんケジャンになっちゃった。ウィーン、面白いよね、本当に面白い。あ、そう、え、お正月って何日までですか？なんかふと思ったけどさ、この配信画面がまだお正月バージョンだ。あれ、あの皆さんの3連休ってもう始まってる？もしかして。あ、みんな始まってるんだ。昨日から3連休なの？昨日から3連休なんだ。みんなゆっくり休んでくださいね。実際にお正月からさ、年末からさ、あのずっとさ9日までずっとお休みにしたよって方とかいらっしゃるんですか？あ、
かんちゃんけいちゃん情報ありがとうございます。いらっしゃいますか。いらっしゃいますか。結構新幹線乗るとすっごいやっぱりね、たくさんの方が乗ってて、あ、お正月なんだなって日々感じてたんだけど、うわ、本当にいらっしゃる。すごっ。何連休？何連休ぐらいになるんだろう。9連休とか？もっとかな。11連休とかなのかな。ゆめちゃんから今連絡が来て、みはるちゃん MV 可愛すぎて笑っちゃったって連絡来た。可愛い。昨日春からも連絡来て、めちゃくちゃいいですみたいな連絡くれて、わざわざ動画付きでなんかわざわざこうね連絡してくれるみんなが、それこそ可愛いっていう話で嬉しいよね。なんかわざわざさ、いつも一緒にいるのにわざわざ連絡までしてくれるのはありがたいし嬉しいし、本当に結構メンバーもだし、いろんな方が反応してくれてて嬉しいなと思いました。春めっちゃ可愛かった。動画撮ってくれたんだよ動画撮って最高ですね。今日もねあったんだけど、したら わざわざ言ってくれて嬉しいなと思った。自分の会社は30日から8日まで休みです。なんと11連休じゃないですか。11連休私たとえしちゃったらもう何もできなくなっちゃう。なんとみんな大変です。充電してたのになぜか充電が 10% ですって言われました。なんだか配信が、なんでしょう、充電さしてるのになぜかちょっと充電器の不具合なのか止まってしまう気がしますので、ちょっとこれはなんか危ない気がする。いや、なんで充電器さしてる。でも今ポンってしたらさ、もっと少なくなるってことでしょ。私喋りすぎた。そうだよね、ごめんなさい。オールナイト聞いてきました、ありがとうございます。 NCT48 のオールナイトニッポンクロス聞いてくださったんです、ありがとうございます。嬉しい、興味を持ってくださって。いや、私が喋りすぎたからもう充電も食べ始めたのかな私。嘘あって笑っちゃった、悔しい。ご飯食べるのでお先に失礼します。きじゃん負けたこういうの笑っちゃう私。悔しい、負けた、悔しい。ご飯食べるのでお先に失礼します。きじゃん悔しい、面白い、負けた。今ねなんか充電が 10% ですみたいな表紙出ちゃったってことは、今何パーセントって話なんだけど、うわー悲しい。なんでこの端末何年も使ってるからかな。これはさ、あと 5% ですとかなったらもっと大変になるってことですよね。どうしよう、そろそろ終わりにします。ピー、いっぱいお話聞いてくれてありがとうございました。あといろいろ一緒に喜んでくれたり、あの一緒の時間を過ごしてくれてありがとうございました。 NGT48 のやばい、みんなケジャンっていう言葉使って笑わせに来てる、やめてあの8枚目シングル渡り鳥たちに空は見えないと、私が参加させていただいているショールーム選抜の優しさの重さ、そしてクラウディークラウディのチョコレートで眠れない、よろしくお願いいたします。あとあさって NGT48 劇場は7周年になりますので、一緒にお祝いしていただけたら嬉しいなと思います。みんなやめて、キシャンキシャンって言って笑わせに来てる。もう食べたら報告するから、かんちゃんきじゃん。あとグレイルさんのモデルさんを半年間させてい
ただけるということで、楽しみに私も頑張りたいと思いますし、皆さんもお楽しみに。ごめんごめん、一人で笑っちゃった。それではランキングを読ませていただきます。13位がピオリンアットピオさん、12位が三つおきさん、11位がワンマンさん、10位がエルマパーさん、9位がシルオケンさん、8位がマイちゃん、7位がマサさん、6位がキラ先生、5位がジズーさん、4位がチビタンアットサニーさん、3位がエリカパパさん、2位がハチアとコケパンさん、1位がジュエッツさんです。みんなありがとうございました。みんな今日公演であったりとか上映会であったり、いろいろあのメンバーの推し活のところこの時間に配信させていただきまして、お時間をいただきありがとうございました。ではではまたお会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。メール送るね、この後。バイバーイ。